そうだな。花火ありがとうございます。あ、売り切れてるか売り切れてないか。ハートありがとうございます。これ300円のね、弁当があると聞いてね、来ました。すごい、なんかゲームがある。ゲームがこれできるのかな、これ。なんか消えてるけど、ちょっと待って、売り切れランプがつきませんだって。これ売り切れてる、まさか。大丈夫なんこれ、売り切れ。焼肉しかないんだけど、これ。あ、これ故障中だって、日清。これじゃあ300円だけさ、取られない？大丈夫これ。300円ちゃんと返ってくんのこれ。それは怖いんだけど。だってこれ、300円入れて出なかったら300円パクられるってことでしょ、これ。完全に。大丈夫かなこれ。300円入れて大丈夫？やだよ、これ。こんなとこ来てまでさ、これをやって帰るとかないよ。これ100円とかやって、これで。やだ、絶対やだ。ここまで、この3時間かけて来てさ、これやって終わりとかさ、ないわ。これやって終わりとか。じゃ、これできるの？これ、電源入ってないけど。あれしてみるか。あ、思い出ノートとかある。ちょっと後で見てみる。売り切れで300円なくなった。これだ、出てこないもん、焼肉弁当。これこれどうすんの、これ店員とかいないじゃん。300円これ捨てたってこと。これ出てこない、ウィーンってなって300円なくなった。表示がここのとこに表示、金入れ上のとこに表示があるんだけど、そこに300だとか、300円なくなったんだけど。でも喧嘩場でこれ、ちょっと座るか、疲れとか。お茶買うか。
人が店長なのかな。この店長って誰なの、ここ。300円ちょっと返してほしいんだけど、300円。おばあちゃんが弁当作って、家族経営。あ、どうも。あ、おはようございます。千葉から来た。え、千葉からここまで来たんですか。いや、たまたまね、成田がここまで行ってて。はい。見たら。はい。あ、ここ成田って近いんですか、これ。ここ利根川越えると、はい、51号行くと、はい、佐原があって成田だから。あ、そうは、じゃあまあまあ、それは遠くないですね。たまたま見つかった、はい、ありがとうございます。ここ来たことあります？ここはね、道が何度も通ってるけど、はい、あ、ここはちょっと来たことない。そうだと思わない。これ300円パクられたんですけど、ここ壊れてる。いやいや、なんか売り切れだと出てこないって言われて、300円入れてボタン押したら、何も出てこないですよ。さっきおっさん出てきたあの人じゃない。あ、そうなの？あの人なの？違う。隣の店で弁当作って入れてんじゃない、うん、あ、そうなん、ここで弁当作ってんのこれ。じゃあ、聞いてみるか。じゃあちょっと。さっきおっさんとまたここ来るでしょ。また。よくさ、町会議行きたいけどさ。はい。会えなかったからさ。あ、会えなかった、ね、いつ行ったんですか。土曜日。あ、土曜日。日曜日しか行かなかったんですよね。だそう、だから土曜日行かなかったから。電波悪い。そう、大丈夫。電波いいんじゃない。電波悪いの。写真撮ってもいい？あ、いいっすよ。あ、一緒に撮らなくていいですか。一枚最初のやつ。はい、行くよ。あ、ありがとうございます。いや、そっち行きます。ありがとうございます。大丈夫足？いや大丈夫じゃない。相当しんどいでしょ。あ、もう300円さっきでちょっと。ライブ行けないんですけど。あの焼き肉出ます。え、あ、これなんですか。はい。あ、ありがとうございます。出てないと思う。今日2個で終わりなんですよ。よかった、ギリギリだった。夜の部はない。もう残業がない。あ、本当ですか。どうしよう。ステッカーありますよ。心付けって何？心付けっていうのはあのステッカーのお金です。気持ちというか、あの1500円以上。1500円。あ、3枚1500円なんですよ。やばいよ、1万円説しかないんだよこれ。あれ、お釣りあるよ。あるもうないんで、ここが、はい、ここだけ閉めるんで、逆にここからお願いします。わかりました。はい。じゃあ、ステッカー1枚買おう。ステッカー1枚いいですか。